はい、皆さんこんにちは、坂キャッツでございます。まもなく1時ですね。3月31日もう3月終わったという感じでございました。早いわ、ほんまに。日銀の話をするんですけど、その前に日経平均、最近言葉が出てけへんね、名前を忘れるんですよ。日経平均271円高というところですね。ドル円は 132.93 と、ちょっとだけ戻して円高方面にちょっとだけ戻しました。ドルウォンがですね、やっぱし思った通り、今1294というあたりに戻されてますね。うにゃうにゃできませんでした。これちょっとやっぱり無理して、大高にも追ってってる気配を感じますんで、戻されるんでしょうね、きっと。本題は日銀でございました。 IT メディアビジネスという最近よく見るサイトで、なんか僕の原稿も載ってるんです。僕の原稿載ってるんですけど、よう知りません。これどっから来てんのやったかな。ザクザクの原稿が載ってるのかな。なんかよう知らないけど、僕の原稿載ってるんですよ。で、たまに見ます。そこにですね、昼飯食いながらね、ヤフーニュース見てたらね、これが出てきたんですよ。古田拓也、今更聞けないお金とビジネスというシリーズで、スイス銀行、ドイツ銀行に続き、日本銀行もクエスチョン。トレンド入りした、この何、シャープマーク、これなんて言うんでしょうね。シャープ日銀破綻。ツイッターのトレンドに、日銀破綻というセンセーショナルなワードが入った。スイス金融大手 USB によるクレディスイスの買収騒動が、ドイツ銀行といった各国の大手金融機関に飛び火する中、我が国の中央銀行である日本銀行、かっこ日銀も破綻、ひいては預金封鎖や新通貨の発行に踏み出すのではないかという突飛な言説が SNS を駆け巡った。クレディ・スイスは漫画作品や小説などで通称スイス銀行と呼ばれる銀行の一つであり、ドイツ銀行もドイツという国名を看板に背負った商業銀行だ。確かに日銀も国名を背負っている点では共通しているが、商業銀行ではなく中央銀行である点で大きな違いがある。果たして中央銀行としての日銀が破綻するようなことが本当にあるのだろうかという書き出しで始まっています。まあこの後まあ別にまあ貼っときますんでね、読みたい方は読んでください。ここにも書いてある通りですね、クレディスイスという銀行はですね、スイスの商業銀行なんですね。クレディというのはクレジットなんですよ。日本の信託銀行はね、あれはトラストっていうふうに英語で言うんですけど、クレジットとですね、トラスト、日本語にしたら両方とも信用なんですけど、その違いが私はよく説明できません。ただし、クレディ・スイスという銀行は普通の商業銀行です。つまり僕らが銀行口座を持つ、いて預金をしたりとかですね、そのお金を借りたりする銀行なんですね。で、ドイツ銀行というのも紛らわしいんですけども、ドイツの商業銀行なんです。まあ、ドイツで一番でっかい銀行ですから、三菱 UFJ みたいなもんですね、日本で言えば。の一商業銀行なんです。日本銀行は中央銀行と申しまして、この日本銀行券を発券する、僕らが持ってるお札、あれは全部日本銀行券なんですね。で、中央銀行と商業銀行は決定的に違うんですよ。まあ、お金を扱っているというところは一緒なんで銀行と言いますけども、中央銀行に、僕たちが日本銀行に銀行口座を持ったりはできません。当たり前ですけど、銀行は日本銀行に口座も持てますよ。当たり前ですけども、でお金をやり取りをするんですけども、そういう中央銀行というのは、まあ簡単に発券銀行なんで、紙幣を発行する機能を持ってる。だからクレディスイスやですね、ドイツ銀行と日本銀行は全く違う種類の銀行です。まあ、同じ銀行という名前ついてるんですけどね。その日本銀行が破綻するんちゃうかというこののがこのハッシュタグですね。日銀破綻という。実は日本銀行も上場企業なんです。
なんたら市場、昔ね、なんていうか、公開、なんていうかな、なんたら公開、株式公開企業と、なんたら市場っていうのに、一番こう簡単なところに、上場されてて、今でも上場されていて、日本銀行株っていうのは買えます。誰か買うてたの、知り合いが。確かね、何年前、10年ぐらい前は、資本金が5000万ぐらいでしたよ。ようわからん、よう、あの銀行ようわからんのですけど、5000万やったかな、忘れましたけど、5億円やったかな、だから5でした、5、5000万では上場できないか、株式公開企業ですね、昔ね、今なんか言い方が変わってるでしょ。で、一応ね、決算するんですよ。ほんで、儲かることもあるし、損することもあるんですけど、で、その日本銀行がもしかしたらですね、株式会社としては破綻するか、かもしれないというのが多分このハッシュタグだと思うんですけど、それはあり得ます。日本銀行って今500兆円以上のですね、国債持ってるんですね。で、国債持っててですね、国債っていうのは、国の借金証文だと思えばいいんですけど、それは市場に流通してるんですね。売ったり買ったりできるんですよ。で、国債も2年もの、5年もの、10年ものとか、20年ものとかっていろいろあるんで、もう用意しませんけども、それは、その10年国債であれば、発行日から10年経てばですね、その額面を国が支払いますというふうに書いてあるわけですね。10年も、持ってれば、10年というか、その期限まで持ってれば、必ずその額面を国が払ってくれるわけですから、まあ、それは一番安全な金融商品と言われています。で、それを大量に持ってるわけですね。500兆円分持ってるわけですね。で、なんでこのね、日銀破綻というふうになってるかという、勝手な僕の想像ですけども、SVB というシリコンバレーバンクが破綻したのと同じ理屈で考えていけばですね、日銀破綻もあり得るんですね。なんやねんって言ったらですね、500兆円持ってるでしょ。500兆円の持ってる国債の、なんて言いますかね、価値が下がったらですね、日銀もですね、その、時価評価で計上しなければいけないわけであって、500兆円の価値がですね、仮に400兆円になったとしますでしょう。で、100兆円もね、帳簿価格は下がってるわけですよ。で、100兆円のマイナスに耐えられる企業は、ね、あるわけないでしょう。いくら日銀でもなあかんのですよ。だから債務超過に落ちるわけですね、日銀もね。そしたら破綻となるんですけど、なんならするわけないですよ。だって日銀ってね、まずもって、まあ、負債がほとんどない、まあ、実質的には負債がないわけですね。日銀の負債というのはですね、日銀券、とあとは日銀に預けられてる預金かな、各いろんな銀行がね、預けてる預金の負債、これはいつか払い戻さなあかんというものなんですね。でも別にそれすぐに払い戻せなくて誰も言わへんやん。普通の企業はね、お金が払えなくなって、払うべき債務があるのに払えなくなって倒産するんですよ。日銀の場合はですね、いくら債務超過になろうがですね、払い戻しのお金が尽きるということはないわけですよ。なぜかというと、仮にね、そんなことはないんですけど、仮に足らないようになったら日銀は日銀のお札をすればいいわけであって、まあそれはしませんけどね。でもそういう理屈で、帳簿上の債務超過になったところで破綻はしません。まあでもね、SVB と同じ理屈でいけばですね、債務超過になる可能性はあるんですね。で、日銀というのは自分でそれを防ぐこともできるわけです。要は金利を上げなきゃいいわけです。金利を上げるとですね、国債の市場価格が減るんですよ。というか、いや、値下がりするんですね。10年後に100万円になりますという国債の今市場価値というのは多分99万円ぐらいなんですけど、それがですね、日銀が金利を上げるとですね、10年後に100万円払いますという国債の価値が8万円から7万円に減るかもわかりません。どんだけ金利を上げるかによります。アメリカみたいに年に 5% も上げたらですね、それが一気に93万円ぐらいまで減るわけです。別に減ろうがね、持ってりゃいいわけですよ。10年後に国が100万円にしてくれるわけですから。ところが SVB の場合はそれをとりあえず売ってしまわなあかん状況に追い込まれたんですね。なんで売らなあかんかっていうと、預金が流出したからなんですよ。
だ日銀に預金してるのは金融機関でしょ。SVB に預金してたのは一般人なんですよ。一般人は一般企業なわけですよ。それはあかん、そこは潰れそうやってみんなで引き出したから潰れたんですね。日銀に取り付け騒ぎが起こるわけないんで、まあだから破綻しません。はい。まあちょっとこれ、私の説明で分かりいただけたかどうか分からないんですけども、一応このね、IT メディアビジネスという、今読みかけたところのですね、サイトを貼っておきますね。はい。皆さんどうもありがとうございました。